こんばんは、元男の子の青木香音です。タイトル見てすごいびっくりされた方いると思うんですけど、これ本当の話ですよ。今まで渡るくんと約2年付き合ってきましたが、手繋いだことありませんなので、たまに友達からそれって付き合ってるのって疑いの目をかけられるんですよ。確かに周りから見たら付き合ってないも同然ですもんね。一応私の名誉っていうか渡るくんの名誉のためにも言っておきますけども、お付き合いしてます。ただ見ての通りですね、この青木めちゃめちゃ変わってるので、これ言うとびっくりされると思いますが、女扱いされるの苦手なんですよ。えって、男から女に性転換した人なんだから女扱いされるのが嬉しいでしょってなると思うんですけど、例えばですね、わかりやすく言うとピンク色とか本当はすごい好きなんですよ。ピンク色の小物とか持ちたいと思ってるし、でもそれを好きでいる自分に嫌悪感を感じるの。なんだろう、難しいけど、もちろん女になりたくて性転換したんですけど、女になるのが嫌悪感みたいな。あー難しい、これなんて説明しようかな。ちょっとこういうのはまた別の動画でもっと掘り下げます。そんな意味不明人間の私が今日はですね、記念すべき渡るくんと手をつなぎます。めちゃめちゃ勇気振り絞ってますからね。その勇姿を今日は皆さん目に焼き付けてください。あれ渡るくん、あ、そうそう、なんでこんなところで、超密だよ、めっちゃ見られてるよ。渡るくんと交流しました。今日私から持ち込み企画をやりたくて、あのさ、ちょっと視聴者さんびっくりするかもしれないけどさ、で、髪型今日いいね。そう、変わんねえ。いやいい感じ。あのさ、私たちってちゃんとまともに手つないだことなくない？はい、だって恥ずかしがるじゃん。いやいや、恥ずかしい、恥ずかしいです。なので今日は克服したいんですよ。いいですか？じゃあここからいきますか。もうこっからなの？じゃあ、え、ここで繋ぐの？じゃあ、ましょう。だって私たちもう付き合ってもう2年になるよ。ならないです。え、もう少しになるじゃん。どんだけアバウトなんだよ。じゃあどうしよう。いや、ここで繋ぐの？どうしよう、死んじゃうよ。密だから早めに移動しよう。はい、じゃあ、はい、え、どうやって繋ぐの？どうやって、マジっすか？お、いや、気持ち悪いなぁ。ちょっと移動しましょう。ひぇー。じゃあ行きましょう。こっち。え、こうやって繋ぐの？人が多すぎて、なんか恥ずかしすぎて、超ぎこちなくなる。じゃあとりあえず行きましょう。え、なんで恥ずかしくないの？私と手つなぐ。いや、超恥ずかしい。え、恥ずかしい？恥ずかしい。おい、やめろよ、やめろ。手冷てえな。だって、いや、それはあれですよ、手が冷たい人は心があったかい。手渡らない手はあったかいから心が冷たい。そう。うわー、ちょっとやめてくださいよ。入っていいですか？え、なんて言うの？え、恥ずかしいんだって。恥ずかしいの？もう帰りたいです。ダメだ、始まったばっかだぞ、一日。はい。な、懐かしい。これね、久々に来たの。渋谷とか来ないからさ、今日さ、改札抜けた後さ、結構迷ったんだよ。でかいもんね、駅が。え、なんか渡るさ、今日格好さ、なんかおしゃれじゃない？そう、俺、この春は基本ジャケットなんですよ。いいよね。楽じゃん。はい。中 T シャツだし。だよね。カメラになんか集中してるけど、手離れてきた。はいはいはい、すいません。手のつなぎ方って普通さ、あれなんじゃないか、あの、こうやって恋人つなぎなんでしょ。あれはね、古いの。もう古いよ。え、何、じゃあどうしたらいいの？だって恋人つなぎって危なくない？あ、そうなの？いざ転んだ時さ、グイグイってコキコキってなっちゃうか。え、じゃあどうやってつなぐの？普通にこうでしょ。こう。え、いや、普通にこうでしょ。握手。あ、こうなの？普通の握手をして、やんないと転んだ時危ないじゃん。そっか、こうなっちゃう。そっか。対応力超悪くない？なるほどね。じゃあ慣れてるけど、今左手にカメラ、右手は渡るくんの手。そう、世界。いや、自分で言って笑うんじゃないよ。うわっ、あそこ、うわっ、あそこ、ニック機交番。人生で私初めてあそこの交番の目の前で職質されました。あの、人生で1回しか職質されてないんだけど、男時代に前にこうやってリュック背負って歩いてたの。こうやって抱えて、そしたらなんか、ちょっと君待ちなさいみたいな言われて、中に何入ってんだって言われて、いや、パソコンですみたいな。これも怪しくね、この番組。確かに、よくルノワールとかのカフェで怪しいビジネスの話してる人の格好みたいな。あるあるだね。いて、痛いから。忘れてるでしょ、私まだ男だからね。喧嘩したら勝っちゃうよ。いや、そっちこそ忘れてんだ。何が？お前にあれだぞ。腕相撲したの覚えてる？え、嘘だ。いや、じゃあ腕相撲する？いや、軸つかないよ。いや、無理、負けた。ひれ伏しました。甘い蜜って知ってる？知らない。セクシー女優。私たち何話してんの？デート中に AV 女優の名前出して。好きな AV 女優いる？ないよ。ないんだ。興味ない。興味ない。あ、マックが。あ、ありがとう。おい、イケメンじゃねえか、お前。おい、お前ではですね、今、あそこ、マーサブランチ、あそこの、手離れてきた。はい、今の心境は、今のカッコつけた心境は、約束守んねえなって。あ、ここね、これ、マーサブランチ、はい、行きましょう。ほんとね、ここがね、どこでしょう。一
一番有名なのがフレンチトースト。あ、これだ、1400円のやつ。あれを食べに来たんですよ、今回。この名物がフレンチトースト、ね、フレンチトースト、これを今日は食べていきます。はい、何すか何すか。いいよ、こういう演出は。ちょっとやめてよ。臭かったですか。いや、臭すぎる。あ、来た。出しました。ありがとうございます。あ、すごい、めちゃくちゃ美味しそうじゃん。美味しそう。これ一押しですか。確かそうでね、一押しだった、ありがとうございます。シャンティーですね。フランス語で生クリームです。あ、なるほど。ありますよ。かっこよすぎる。ありがとうございます。これはやばいね。トル君どうですか。いや、すごすぎる。写真撮り始める。じゃあ、いただきます。それはもうネタでしょ。ただネタにして私をからかうのやめてもらえますか。いただきます。いただきます。美味しそうです。普通に思う存分食べよう。本当に動画気にしないで食べちゃう。うん、いいよ。食べ方が2つあるんだね。あ、3つあるんだ。そのまま食べる。え、とかすごいんだけど、サクってフォークが刺さっちゃう。そんな柔らかいんだ。力入れてない、マジで。あ、やば。え、すごい。ここで切れる。握力5ぐらいあればいける。やばいすぎ。すごい、フォークのさ、サイドで切れちゃうよ。まずそのまま。じゃあ、いただきます。お、おー、おいしい。とろける。毎朝食べたい。どうする、青木かのんが毎朝このホットケーキを作ったら。ホットケーキ、あー、フレンチトースト。大丈夫じゃないです。ちょっとこのこれをね、つけて食べます。やばすぎ。気持ちいいじゃん。うん、うなる美味しさだね、これ。ほら、さっとサクッと切れて、これをちょっと乗せて、ほんのちょっと蜂蜜。しかもこの蜂蜜がすごい、なんか何このネバネバ感。ごめん、食レポになってないの。いただきます。これマジで5個ぐらいいける。本当だね、マジでいけるわ。落下するとこだった。危なー、危ねー。あ、やばい。これマジでうまい。マジでうまいね。私のハプニングにもかかわらず、渡るくんは美味しいと連呼。冷静に言ってる。冷静にうまいでしょ。このお店を知れたことと、このうまさに感激。一緒に食べれてることじゃなくて。え、一緒に食べれてることじゃなくて。そんな当たり前すぎて言うことじゃない。ほんと言う必要ない。今日の渡るくんキャラがちょっと掴めないんですけど。掴ませないんですけど。今日はどういうキャラですか。設定とかしないけどね、いちいち。あ、キャラ設定しないんだ。しないしない。今日は S とか超めんどくさい。すごいね、これ話して。贅沢すぎない。うん、おいしい。チアワチェ、うまいがすぎます。うん、もう一回見ててくださいよ。いきますよ。ほら、こんな風に簡単に切れちゃう。普通のデートだかな。今日はキノコするデートだから。珍しく壺に入ってます。美味しいね。誰でも甘いもの食べてるイメージないけどね。食べる食べる。おせんべいとか、そっちの方が好き。まんじゅうとか。でもあれが好きだ。何が好きだ。ロイズのチョコ。ポテトチップスにチョコとさ、塩気のあるやつ。え、じゃああれじゃん、チョコと塩気だったらさ、私が作ったそのバレンタインのさ、あ、そう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 、チョコウインナー、うん、あれもね、だから合うんだよ。好き？あれ。美味しかった。また作ろうか。あ、大丈夫。止まりません。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。満足？大満足。大満足だよね。また明後日も来ようか。いつもぐらい。だね。こぼした。ちょこちょい。ちょこちょいですよ。いや、食ったな。いや、食った。めちゃくちゃ腹きついよ。お腹いっぱい？うん、お腹いっぱい。甘いもん食べるとさ、体動かしたくならない？ちょっとカミカミだけど、動かしたくなる。あ、この後、私が前から渡るとやりたかったバッティングセンターデート行かない？大丈夫やよ。うん、本気よ。バッティングで私もう本当にホームラン打つから。じゃあ行きましょう。はい。キノコ頭、頑張れキノコ。エリンギ、回しいたけか。低いよ、低いよ。文句ですか。焼肉食べながら、その場にふさわしくない質問コーナー、かっこ答えたくない系の質問チョイス編。抱かれたくないイメージ。何何何。これは絶対に抱かれたくないイメージ誰ですか。絶対に抱かれたくないのはクロちゃん。男？そうか、女性か。ちょっと待って、渡るってもしかしてさ、これ、やりすぎた。
今の前狙ってた狙ってたえ、今もここまでここまで今も狙ったの田中くんどうでした今日一日の手つなぎデートあそうだっけ野球の時の動画と今のこの焼肉の時手つなぐの完全忘れてた全くもうあんだけやってたんだけど、うん、最後の最後で全くやってなかったいや、それは手つなぎじゃなくて、これは捕獲。これは捕獲です。モンスターなんだ。違う、これ手つなぎデートではない。全くロマンチストでなんでもない。渡辺くんとのイチャイチャデート。ここでつなぐの。今。エンディングし直しを。何ですか、これ。何この持ち方。今回のは少しでもロマンチストだなと思ってたみたいですけど、それロマンチストだと思った人がいいねだと、めっちゃ少ないと思うから、少しでも楽しいと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンお願いします。はい、チャンネル登録もお待ちしております。あと私と渡るくんの LINE 公式アカウントもありますし Twitter、Instagram、TikTok もありますのでぜひ画面下からフォローお願いします、はい、また次の動画でお会いしましょう、はい。